はい、どうもこんにちは。今日はこのチェーンソーとか刈り払い機とかの夏の使い方についてお話しします。夏と冬でね、使い方違うんですよね。で、それについてお話しします。ここで知らないと危ないです。で、 YouTube 上でもね、あの機械屋さんとかいろんな人説明してますけど、特に機械屋さんなんかで全然違う説明をしてるんですよ。間違った説明をしているのもあります。だからそういう意味もあってね、この動画を作りました。ガソリン買いに行くとこから始まります。あのね、ガソリンって夏のガソリンと冬のガソリンあるんですよ。まずこういう蛍光管で買いに行くと思いますけど、夏のガソリンを買ってください。で、夏のガソリンっていうのはね、5月頃から10月頃まで出荷されてます。だからまあ普通夏に買いに行けば夏のガソリン、買えるわけですけど、農家とかね、そういうあの DIY もそうですけど、冬のガソリンを持ち越してる場合があるんで、あるんですよ。4月頃買ったガソリンを6月7月まで持ち越してる場合があります。だからそういうガソリンはね、危ないんですよ。実はね、そのガソリン、冬のガソリン何が違うかっていうと、蒸発のしやすさが違うんです。で、冬のガソリンは蒸発しやすいんです。だから、まあ、例えばこういうタンク入れてからも冬のガソリンの方が膨張しやすいんで、で、夏暑い時にね、蒸発して内部の圧力が上がって非常に危険な状態になってます。蛍光管の場合も同じです。だからまず安全面っていう意味でも、夏場に冬のガソリンは使っちゃいけないんです。あとこれね、これもこれを おすすめしてる動画っていうのはあるかもしれないですけど、これね、必ずこの冬でもそうなんですけどね、この圧力を抜かなくちゃダメなんですよ。これワンタッチで入るんですけど、内部の圧力が抜けないようになってるんです。だけどこうやって抜いてからね、こうやって押し込むだけで入るんですけど、内部の圧力を抜いてから使う、必ず。これをね、説明してない動画が多いっていうか、きちんと説明している動画は自分の動画以外見たことないです。これね、やらないとものすごく危ないです。特に夏場ね、必ずこれを抜くと。あと夏場このガソリンを持ってったら日向に置いてはダメです。もしね、このガソリンを日向に置いちゃうと、これをこうエア抜きしてもね、入れる時にこうしてる間に蒸発ガスが溜まっちゃうんですよ。で、これ押し込めばガソリン入るんですけど、ここから吹き出します。で、夏暑い時にね、この蒸発ガスもたくさん出てるし、そういうところで霧状に吹き出しますので、ものすごく危険です。だから必ずもしこういうのを使う場合は、エア抜きをすると。あとね、ちょっと順番戻りますけど、蛍光管、これね、消防庁なんかでもここを開けると噴き出すっていう動画あります。だけどあれ大抵ね、横型のタンクでやってると思うんですよ。これ縦型って言われるやつで、一応容量は10リッターです。でも夏場ね、特に夏場10リッター入れない方が安全です。7、8リッターにしておきます。そうすると油面がね、この辺に来ますので、これを開けた時、口のとこまで油面が達していないと、だから吹き出しにくい。これが横型だとかなりガソリンの量を減らさないと口までギリギリなんですよ。だから縦型のが絶対安全だし、で、縦型で容量よりも2割ぐらいね、少ない量のガソリンを入れると、これで開けた時吹き出すっていう事故はだいぶ減ります。あとこの
こういう同じようなガソリン警告管に見えても古いタイプってあるんですよ。古いタイプって何が違うかっていうと、このノズルの部分がネジ止めされてるんですよ。でそれは非常に危険です。それは使っちゃダメですね。使っちゃダメなレベルなんで、新しいタイプの蛍光管を使ってください。そしていよいよね、こういうチェーンソーとかね、草刈り機にガソリンを入れるわけですけど、やっぱね、暑い夏ならではのトラブルってあります。それがパーコレーションとベーパーロックです。でこのパーコレーションとベーパーロックっていうのは別のものなんですよ。これも間違った解説が結構あります。でまずベーパーロックっていうのは、自動車のブレーキの油圧システムに起こります。それと同じ原理です。自動車のブレーキっていうのは油圧って言って、液体で、ペダルからブレーキパッドの方まで力を送ってるんですけど、その液体の途中にベーパーですね、ベーパーっていうのは蒸気です。気体ができてしまうわけです。で気体ができてしまうと、気体っていうのは圧縮されちゃうので、圧力が伝わらなくなってしまうと、ブレーキペダルを踏んだ圧力がブレーキパッドまでに伝わらなくなってしまう。これがベーパーロックです。蒸気ですね。ベーパーっていうのは蒸気によってロックされてしまうと。これね、自動車用語って英語が多いんですよ。で英語が多くて、実はね、大抵の場合英語の方が簡単なんです。例えばあの圧縮上視点とかね、トップデッドセンターっていうんですよね。上視点、上あのデッドって死ぬっていう意味ですね。で、だからあの日本語でもね、上視点っていうのは生きる死ぬの死ぬなんです。で、英語でもね、トップデッドセンターっていう、やっぱり同じ死ぬっていう意味、ワードを使っています。こういうように実は英語で覚えた方が自動車用語っていうのは楽なんです。で草刈り機とかね、もう同じガソリンを使ってますので同じ用語が使えるとでベーパーロックっていうのは、この草刈り機とかチェーンソーの場合ね、この燃料系統の途中にベーパーができてしまうと、蒸気ができてしまうと、それによって燃料の圧力が伝わらなくなってしまうんですね。制圧であっても負圧であっても圧力が伝わらなくなってしまう。このキャブレターに、ダイヤフラムっていう燃料ポンプがあるんですけど、その上流でも下流でも、下流においては負圧で吸い上げるわけですけど、その負圧の圧力が伝わらなくなってしまうと。で下流においてはプラスの制圧が伝わらなくなってしまう。そういう形でロックしてしまうというのがベーパーロックです。パーコレーションっていうのは、あのコーヒーを抽出するときにパーコレーターっていうのを使うんですよね。お湯を沸騰させて上から吹き出したお湯によって、コーヒーを抽出すると、つまり、沸騰した泡の力で液体が吹き出すことをパーコレーションと言います。で、これもキャブレーターのノズルから、このエンジンの場合はキャブレーターのノズルから沸騰したガソリンの沸騰したガソリンが吹き出してしまうと、それをパーコレーションと言います。だからパーコレーションとベーパーロックっていうのは、まあ、同じ暑い夏に起きる場合が多いんですけど、別の現象です。これもどちらが起きているか見極めるために知っておく必要があると思います。で、次に、パーコレーションなどが起きてしまった場合とか、エンジンがかぶってしまう場合もあります。あとベーパーロックが起きた時、このエンジン再始動しようとしてチョークを引いてエンジンをかけようとすると、今度逆にかぶってしまう時があります。でそういう時にまず
できるだけプラグは外さない方がいいんですよ。外すとゴミが入ってしまったりなんかするんです。で、かぶってしまった時できるだけキャブで、あのプラグを外さないでエンジンを始動すると。もしプラグを外す場合ね、これを使っちゃダメです。特に夏でも冬でもそうですけど、プラグが熱くなってますから、これだとプラグがねポロッと落ちちゃうんですよ。で、落ちて手で触ったら火傷しますから、これは使っちゃダメです。で、このプラグレンチっていうものでしたら、これの場合マグネットになって落ちないようになってるんです。こういうものを使ってください。これは使っちゃダメとね。で、できるだけプラグは外さないと、それが大切です。次にプラグを外さないで、かぶったエンジンを始動する方法です。これはアクセルを全開にしたままエンジンをかけます。ただしこのチェーンソーの場合ね、この仮払い機だったら割と簡単なんですよ。チェーンソーの場合はここアクセル、ここについてます。これアクセル開けたままだとスターター引っ張るのは難しいんですよ。こう持ち上がっちゃいますからね。で、ここを膝で押さえてかけるとかそういう方法もあるかもしれないですけど、これ危ないんですよ。ケッチンとかね、すごいこれが引き戻される時あるんです。ロックするような感じね、引き戻されるような感じになる時あります、スターターが。そうすると自分の顔の方へぶつけてしまうと、そういう可能性もあります。だからこれは足でここをアクセルを開けるんですよ。こんな感じでここに足を入れます。で、ここでアクセルを全開にします。で、いつも通り左手でここをしっかり押さえてスターターを引くと、これでエンジンがかけられるというか、アクセルを全開にしたままスターターを引くことができます。で、スイッチはオンの状態にしてください。チョークを引いてるとね、いつまでもエンジンがかぶった状態ですけど、アクセルを全開でスイッチオンの状態、これでスターターを数回引けば、まあ大抵ね5回10回引けばエンジンかかると思います。で、問題はこの足でアクセルを全開にしてますから、チェーンブレーキの方はねこうかけておいたとしても、エンジンが全開になって、クラッチを痛めてしまうんじゃないかっていう、そういう心配あるかもしれないですけど、これねかぶった状態だとエンジンがゆっくり回転上がるんですよ。アクセル全開でもババ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 ズボボボボボって感じでゆっくり回転が上がりますから、アクセルをこうやって戻す時間は十分あります。だから安心してね、このアクセルを全開のままスターターを引きます。これで大抵の場合エンジンかかります。もしこれでエンジンがかからなかったら、ここを外してね、プラグを外して、それで、プラグを外した状態でやはりアクセルを全開、今度はスイッチオフでね、スイッチをオフにしてアクセル全開でスターターを引くと、プラグホールから余分なガソリンが吹き出してきますので、それで、その後プラグをつけると、そういう形でエンジンは再始動できます。で、やっぱり再始動する場合もアクセルはこのまま足を入れてね、アクセルを全開にしたまま引くとかかりやすいです。これが暑い夏のね時のエンジンの始動方法です。次に、まあ一仕事終わって休憩したとします。だからやっぱりね、このガソリンは日向に絶対置いてはいけません。まあ仕事中もそうですけど、日向に置かないと、できれば木陰に置くと、まあ木陰がなければ日陰に置く。僕はこの上に麦わら帽子をかぶせたりするんですけど、そういう時にね日陰に置くと、あとエンジンの方も日陰に置くと、
もちろん人間もね日陰で休むと思いますけど、エンジンも日向に置いたら大抵ねパーコゼーションなりベーパーロックなりいろんな問題が起きておかしくありません。だから休憩中も機械は必ず日陰に置くと。もう一つね、特にこの草刈り機エンジンをかけるとき、軽トラックの荷台とかでかける場合あると思うんですよ。だけどこれはね危ないんですよ。あと燃料を入れたらね、本来はなかなかこれできないんですけど、燃料タンクは3メーター以上離して、で燃料を入れたとこから3メーターぐらい離れたとこでエンジンをかけるんです。どうしてかっていうと、そこにガソリンがこぼれてますからね。あと軽トラックの上なんていうのもいろんな燃えやすいものが置いてある場合があるんですよ。でそれは危ないんです。実はねこれね、バックファイヤーって現象を起こすことあるんですよ。キャブレターの方に火が戻ってしまう場合あるんです。僕は30年やってて1回だけ、10年ぐらい前ですけどね、1回だけ、そのバックファイヤーって現象で、刈原駅燃えてしまった時あります。でその時ね、たまたまあの、軽トラックの荷台の上でガソリンもあったんですけど、近くにあった紙とか布とかね、それが燃えました。で刈原駅もね、ちょっとプラスチックが溶けてしまってダメになってしまいました。だから特に夏危ないと思うんですよね。あのガソリンとかも蒸発してますので非常に危ないです。まあ僕の場合は火事にはならないで、刈原駅がダメになってしまった程度で済んだんですけど、これも特にまあ冬でも夏でもやっちゃいけないんですけど、燃料を入れたとこから3メーターぐらい離れて、3メーター以上離れてエンジンをかけると、それが夏の、特に夏のねエンジンのかけ方です。これは冬の時もね、いつもやってないとなかなか習慣つかないです。であといろんな動画ありますけど、このマニュアル通りやってる動画っていうのも結構少ないのでね、気をつけてみてください。というわけでね、今回は夏の草刈り機とかね、エンジンのかけ方とか使い方でした。はい、以上です。